骨髄異形成症候群、骨髄異形成症候群、骨髄異形成症候群、略称 MDS とは骨髄機能の異常によって全白血病状態となり増血障害を起こす症候群である。骨髄に増血管細胞の全主要細胞である異形クローンが生じ、正常肝細胞を量駕して増殖する結果として正常の増血が抑制される。 また、軽クローンから作られる。血球細胞は異常細胞なので末梢血に出る。前に分解されるが、このような無駄な増血を無効増血という。形成される血球は、形態も異常で、寿命も短い。MDS の異常クローンはアポトーシスが更新している。異常クローンが骨髄を占拠する結果として骨髄は、過形成になるが、 アポトーシスが更新しているので血球現象を起こす。この状態で異常クローンの遺伝子にさらに傷がつくと、アポトーシス体制を獲得するクローンができる。この場合、急性骨髄性白血病になる。このメカニズムがあるがゆえに、MDS を全白血病状態と呼ぶ者も,もいる。2000年より前には、ファブ分類が用いられていた。その後、 1999年から2001年にかけて、風にて提唱され、風分類第3版として出版された分類では、慢性骨髄探求性白血病は、骨髄異形性、骨髄増殖性出患群に分類された。2000年に、風によって確立された新風分類が最も一般的である。同時に作成された MDS2000 は、新風分類に含まれるので、 新風分類でのみ考慮すれば十分となる。2008年、風は遺伝学的な発見により基づいた新たな分類を発表した。ほとんどの症例に対して、風が提唱している MDS の診断及び分類のための基準が適用される。しかしながら、偶発症例は一つ以上の稀な特徴のために定義されたカテゴリーに分類すことが困難である。 MDS は放射線やベンゼンといった環境曝露によって引き起こされる可能性がある。その他の危険因子も一貫性なく報告されている。しかしながら特定の原因の決定的証拠を確定することはできない。二次 MDS はがん治療、通常は放射線治療とブズルファン、ニトロソウレア、プロカルバジンといった放射線模倣アルキル化剤の組み合わせ、潜伏期後から7年。 また、鳩の組み合わせ、潜伏期2年の地発性毒性として起こる、免疫抑制治療後の後天性、再生不良性、貧血及び反抗に貧血はどちらも、MDS へと進行しうる。MDS は多能性骨髄肝細胞における、突然変異に起因すると考えられているが、これらの病気の原因となる特異的異常については、依然として不明なところが多いままである。 血液の染具細胞の分化が損なわれており、骨髄細胞におけるアポ投質性細胞腫が顕著に増加している。異常細胞のクローン製造食によって、分化能を失った細胞の生産が起こる。骨髄が急の総割合が特定の値、ーでは20%を超えたとすると、急性骨髄性白血病、アマルへの移行が起こったと診断される。MDS からアマルへの進行は、 最初に正常細胞において一連の突然変異が起こり、癌細胞へと転換するというクヌードソン仮説の実例である。白血病への移行の認識は歴史的に重要であったが、MDS に介せられる病的状態と死亡の相当な割合は余るへの移行からではなく、むしろ全ての MDS 患者においてみられる血球減少症に寄出する。貧血が MDS 患者において最も一般的な血球減少症であるが、輸血が容易に受けられるため、MDS 患者が深刻な貧血から損傷を受けることは稀である。血球減少に起因する MDS 患者における二つの最も深刻な合併症は血小板減少による出血と白血球減少による感染症である。長期的な濃厚接血球の輸血は、 鉄火上昇を引き起こす。MDS 治療のために、アメリカ食品医薬品局によって認可された3種類の薬のうちの2種類の成功によって MDS における DNA 構造のエピジェネティック変化が認識された。適切な DNA メチル化は増殖遺伝子の制御に決定的に重要な意味を持ち、DNA メチル化制御が失われることによって無制御な細胞増殖と 血球減少症が引き起こされうる。近年承認されたは、増血幹細胞核によって、より秩序だった DNA メチル化様式を作る、ことによってこの機構をうまく利用し、それによって正常な血球数に戻し、MDS の急性白血病への進行を遅らせる。一部の著者らは、長い期間をかけたミトコンドリアの機能の消失が、増血幹細胞における DNA 変異を蓄積させ、 これが、高齢の患者における MDS の発症率の上昇の主な原因であると提唱している。研究者らは、MDS におけるミトコンドリアミトコンドリア機能不全の証拠として、肝情鉄が球におけるミトコンドリアの鉄沈着の蓄積を指摘する。少なくとも1974年以降、長安の欠損が、 造血幹細胞の異形性異常と関連することが知られている。2005年までに抗がん剤のレナリドミドが5級症候群の MDS 患者に有効であることが認知で2005年12月に米国 FDA はレナリドミドをこの症状に対して承認した。孤立性5級、低、イップスリスク、輸血依存性の患者がレナリドミドに最もよく反応する。典型的に これらの患者の予後は好ましく、生存期間の中央値は63ヶ月である。レナリドミドは二重の作用を持つ。一つは5級マイナスの患者において、悪性クローン数を低下させることによる作、もう一つは5級欠損を持たない患者で見られるように、健康な赤血球系細胞の良い良い分化を誘導することによる作用である。スプライシング因子における変異が、 MDS の症例の40から80%、特に感情哲学級を有する患者においてみられる。異足塩酸デヒドロゲナーゼ1及び2と1及び2をコードする遺伝子における変異が MDS 患者の10から20%で起こっており、低リスク MDS における予後悪化因子である。と1、2変異は病気の悪性度の上昇とともに上昇するため、と1、2変異が MDS のより悪症な病気状態への進行の重要な検因薬であることが示唆されている。男女比は1.5から1.7と男性に多い。発症は40代から次第に増加し、高齢者に多い疾患であるため、先進国では平均年齢の増加に伴い患者数が増加傾向にある。発症時の症状は乏しい。無症状かあるいは、 赤血球の酸性が低下して、慢性の貧血をきたす。貧血の方は、一定せず、大玉性から小球性まで取り得る。白血球減少が高度な例で感染症の合併、血小板減少が高度な例で、出血傾向が見られるものの、血液検査で、白血球減少、血小板減少、半血球減少が偶然発見されることも多い。 白血病化が最も重要な合併症である。高リスク群に分類される方では効率に急性白血病へ移行する。特に急性骨髄性白血病が多い。白血球減少に伴う感染症も重要な合併症の一つである。半血球減少が見られた場合、まず骨髄異形成症候群を念頭に置く。次に腫瘍や抗原病などを除外し、その上で、 骨髄と末標本で、形態異常を確認し診断する。しかし、形態異常の確認には検査者の主観が入りやすく、正確性に欠くことがある。これを補うために、以下の補助検査が有用である。骨髄腺指示に染色体検査をし、染色体異常が見られれば角度は高まる。また、一部の病院では、MDS 診断用フローサイトメトリー検査が可能であり、 骨髄異形成症候群に特徴的な異常が検出されれば診断の正確性が上がる。軽症例では経過観察となり、基本的に対症療法が中心となる。高中級減症例には下流級コロニー刺激因子の投与を、赤血球減症例にはエリスロポエチンの投与を行い、それぞれ極端な減症例には輸血療法で対処としていく。 重症例に対しては、根治療法として、増血幹細胞移植を行う。異常クローンを根絶し、正常増血を回復させるのが目的である。現在移植の適用は50から55歳以下に限られている。また、薬物治療としては、以下が用いられる。予後不良である。予後良好の不応性貧血で、生存年数は約5年。 予後不良のタイプでは1年程度である。骨髄移植実施例での長期生存率は、不応性貧血では40から60%、霊部では20から30%程度である。このような病態を示す増血障害の存在は、古くから知られていたが、骨髄異形成症候群として確立したのは1982年である。この確立に尽力したドクタージョニエム・ベネットらは、 国際 MDS 財団を設立し、その後の MDS 研究の進歩を推進した。現在、全世界で200施設余りが、国内では5施設が、MDS に関する優れた研究、診療施設として、国際 MDS 財団に認定されている。さらに国際 MDS 財団は、MDS 患者に対する有用な情報の提供、現在の治療法の解説、 新薬の臨床試験の情報提供、最寄りの MDS センターズオブエクセレンスの情報提供などを行うとともに、グローバルペーシャントサポートグループス、グローバル MDS 患者サポートグループのスポンサーとして、MDS 患者サポートグループの立ち上げと運営を支援している。日本でも日本 MDS 患者サポートグループが設立され、MDS の方々に情報提供などの支援を行っている。 高齢化に伴い患者数は増加傾向にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。